東伏見寺広氏、東伏見寺広氏、東伏見寺号、1910年5月16日から2014年1月1日は、日本の僧侶、旧家族、旧皇族、近城天皇の王子にあたる。国宮国彦王の第三王子、旧名国秀王。夫人は、白爵、亀井主月根の次女、東伏見康子、亀井次女。 前衆議院議員、亀井久置は、妻の老い。皇術の経緯により1931年に皇族の身分ではなくなったが、皇族出身者としては、記録に残る限りで一番長寿であった人物である。1910年、明治43年、国宮国彦王の第三男子として誕生。東伏見宮頼人新郎、同比近子より、 実施のように可愛がられており、より人親王夫妻には、子女がなかったため、国彦王と相談の上、当時救済であった、国秀王を東伏見宮に長く預かりの形で、迎えることなり、国秀王は19、1919年、大正8年10月26日の喫神を牧して、東伏見宮邸に移った。国秀王は、頼人新郎の際はによって、 葬儀の模試を務めた。事実上、国秀王は、三宅の継承者であったと言える。しかし、旧皇室天畔は、皇族に養子を認めていなかったため、第42条、国秀王は東伏見宮を皇族としては、継承することができなかった。国秀王を、東伏見宮で養育することも、養子、またはそれに類似した趣旨で、宮内省が認めていたわけではない。 国秀王は、1930年、昭和5年5月に青年となり、君一等に除され、貴族院皇族議員となる。しかし、東伏見宮家の祭祀を継承するため、1931年、昭和6年の紀元節に、親戚効果の願でをなした。この願は、皇族会議及び数密院の始順を経て、印加され、同年4月に、東伏見の加盟をたまい。 家族に列せられ、白爵を授けられた。なお、皇族の身分を離れたことで、貴族院議員の資格も消滅した。白爵東伏見国秀となった後、1931年、昭和6年に、仏教の美術関係の書物として、宝雲賞、民有者を刊行した。宝雲賞は、1924年、大正13年4月の春休みに、 奈良に行った時の像や感想を学習院、婦人会雑誌に奈良よりと題して投稿したのをきっかけに4年会掲載されたものを一つの本にしたものである。1934年昭和9年に京都帝国大学文学部史学科を卒業後、1939年昭和14年度から8年間、同大学で古代美術史などの講師を務めている。 また1932年、昭和7年に、ピアニストとして、このエヒデマロ式の新興協楽団、NHK 交響楽団の前身と共に、ハイドンのピアノ競奏曲に長々の録音演奏を行った。これは、同曲の世界初録音である。この音源は、ロームミュージックファンデーションにより CD 化されており、片山と修などによってアマチュア離れした技術と評されているが、 彼が実際に誰にピアノを学んだのかという記録は残っていない。その後、1945年、昭和20年に京都の昭陵院で、特度、1952年、昭和27年に全行時代官人の住職につき、1953年、昭和28年に昭陵院門跡の門主となって、法名を事後と称し、長らく門主の地位にあった。 1956年、昭和31年、アスカ時代の芸術研究によって、京都大学から文学博士の学位を授与される。1985年、昭和60年により、修正、京都仏教会会長を務めた。1982年、昭和57年には、文化観光税、文化観光施設税、文館税の復活に関する議論を発端として、 こと保存協力税問題、こと税問題が起きる。同問題では、こと税の創設を目指す京都市とこれに反対する、京都府仏教会、京都市仏教会、後に統合して、京都仏教会が衝突して、深刻な対立構想を繰り広げ、ついには、多くの寺院の廃館停止や、行政訴訟の提起にまで至った。この間、事後は、1984年、昭和59年に、 京都市仏教会の会長に就任し、翌1985年、昭和60年には新たに統合設立された、京都仏会の初代会長に就任して、理事長の松本大園、清水寺幹事や常務理事の有馬より亭、六音寺責任役員、大島良順、三千院室次長、清滝智広、田高次幹事らと共に、こと税反対運動の先頭に立ち指導に当たった。 同問題は、1988年、昭和63年3月末か議事で、こと税を廃止することで収束した。また、小連院が属する天台宗の主要寺院が、住職の世襲を認めていないのに対し、小連院門主の地位を子息に譲ることを強く望んで、天台宗教団と鋭く対立し、一時は、教団離脱をほのめかして教団に圧力をかけ、 ついに世襲を認めさせた事件も起こしている。その結果として2004年、平成16年2月に、少年院の出事長であった次男の寺明に、門主の地位を譲る、少年院門がと名よ門主に就いた。2009年、平成21年9月30日に、夫人の安子が死去した。2010年、平成22年5月16日、100歳を迎えた。 2013年、平成25年にはおじにあたる東国のみや、都市飛行の存命記録を抜き、親戚降下をした記録の確かな元皇族の中では歴代最長寿となった。2014年、平成26年1月1日、先月。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。